こんなにずっと休んでると、なんだか仕事の仕方を忘れそう。偉い人たちを騙したんだし仕方ないよ。覚悟はしてたしね。あと数週間すれば戻れるんだし、長い休暇をもらえたんだと思うことにするよ。それに、おかげでこうして一日中君と好きなだけくっついてられるんだし、これなら謹慎っていうのも悪くないかも。そんな顔しないで。そういう顔も可愛いけど。続きしよっか。何考えてるの？そういえば、日本の大学のことはどうなったの？それじゃあ、まだまだ君とゆっくり過ごせるんだね。
君の家族にそんなに信頼してもらえてるなんて、嬉しいな。でもその分、僕がしっかり見てあげないといけないな。ね。どうしたの？勉強の途中なのに、手が止まっちゃってる。それじゃ、いい？さっきの続きだけど、この構文の場合、こら、聞いてる？一つお願いがあるんだけど。勉強が終わったら、何か甘いもの作ってほしいな。それで一緒にのんびり休憩したいんだけど、どうかな？それじゃあ、ここまではいい？え？そう？僕はこれでいいと思うんだけど。近いから教えやすいし、くっついてるとあったかくて落ち着くし。やっぱり、君の笑ってる顔、好きだな。大好き。